ットや健康については支出ではなく投資だと思っています。自分が健康になることによってどん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 道は開かれていく。成功する人ってやるかやらないかって決めるのが早いんですよ。早く目的地に行きたいんであれば、やっぱり成功する人のパターンを見て、プロがついている素直で自己投資を惜しまない、決断力が早い、行動を起こす、挑戦する、自分の責任において何でも頑張るっていうことですよね。以前にもお話ししたかとは思うんですけれども、ダイエットで失敗する人の特徴ですね、それをお伝えしていきます。まず一つ目はせっかちな人。せっかちな人はすぐ結果を求めます。散々美味しいものを食べたりしていい思いをしてきたんだけれども、すぐ痩せて結果が欲しい人です。なんで失敗するかっていうとですね、30% ぐらいダイエットができていても何かにつまずくと、もうやめたって言ってゼロにしてしまいます。ゼロか100かの人かなって私は思うんですけど、もったいなくないですか？ 30% できているんですよ。できているのにゼロにしちゃうんです。長続きがしない。最初の取り掛かりはものすごくいいです。燃えたぎったようにやるぞっていう感じでやりますが、何かつまずいた時にもうやめたになって一切やらなくなります。困ったもんですよね。だからせっかちな人は気をつけなければいけません。次ですね、いろんな理論に振り回される人。これは皆さんも私もそうですけれども、いろんな情報が頭の中であればあるほど振り回されると思うんですよ。そしてネットを見ればね、いろんなことが出てきます。そのある一つのネット情報を見てやりました、やったけれどもあまり結果が出ませんでした、だそれすぐやめます。そして次の情報に移ります。それもやったけれど多少は痩せたけれども、また結果が思うようにいかなかったらやめたって言って次の情報に行きます。要するに情報を集めるのが好きなのか、いろいろやってみるのが好きなのか、よくはわかりませんが、そういう方も結果は出ないですね。何一つ継続していくっていうことをしないからなんですが、淡々と一つ一つ地味なやり方ですけども、積み上げていくっていうことをしない限り、はい、体重は減ってはいかないですね。次です、意志が弱い人、すぐ諦めちゃう人。基本的には七転び八起きの精神でいきましょうって私はお伝えするんですけれども、やっぱりね、失敗から学ぶことっていっぱいあると思うんですよ。徹底的にやりました、そこから失敗して何かが生み出されました、これが原因だったのねって分かれば、次からはその失敗した原因をもとに学ぶんだけれども、失敗から学ぶことすら諦めちゃう人はできないと思います。次ですね、いきます。食べ物を大切な命と見ていない人。確かに美味しいものいっぱい並べられていて、命とは見る人少ないと思います。でも基本的に私たちは生きるために食べるんだけれども、何かお腹を満たすため、気持ちを満たすためにたくさん美味しいものを食べたいっていうのにすり替わっているような感じがします。命をいただくっていうことから離れた考え方になっていきませんか？受講生さんもこの量で痩せると言われたらその量にしなければいけないわけですよね。そうじゃないと痩せないから、この量かと思ったらやっぱり丁寧に食べるって皆さんおっしゃいます。どんなにライオン強くてもお腹いっぱいになったら2頭目を追うってことはしないですよね。でも人間は追っちゃうわけですよ。だから美味しさを求めていけばキリがないですよっていうことですね。次はですね、神経質で心配性の人。何か心配事があってもですね、まだその心配事っていうのは実際には行われていないです。だけれどもこうなったら
どうしよう、ああなったらどうしようっつって心配をします。その心配って時間の無駄だと思いませんか？まだ起こっていないことに心配をするって大変ですよね。でもね、これは時と場合によると思います。例えば、まあ、地震が近づいてますよって言ったら対応していけばいいんだけれども、その心配とは質が違う。まあ、例えば、子供が大きくなってこうなったらどうしよう、ああなったらどうしよう。本当に無駄な時間ですよ。まだなっていないですから。はい、次ですね。失敗する人の特徴は、大きな目標を持っていないです。自分は実際にダイエットをして健康になって何をやりたいのかっていう、その10キロ痩せた先のことが見えていない人が多いです。10キロ痩せるっていうのは、その目的を達成するための手段として必要なことですよね。でも、10キロが目標になっている方が結構多いので、その10キロ目標になってたら、目の前に美味しいものを出されたら、やっぱりダイエットは明日からってなってしまいます。なので、ちゃんとした崇高な目標ですね。10キロ痩せて何をやりたいのか、どういうふうな人になりたいのかっていう、はっきりした目標を立てる。そして、イメージするっていうことが大切です。どのくらいイメージしたかで、ダイエットの場合は、成功率が変わってきます。そんなに大きく変わるんですよ。本当に変わります。なので、数字だけを追い求めないっていうことですね。今日は成功する人のパターンと、遠回りしてしまう人、そしてダイエットを失敗してしまう人の特徴についてお伝えしました。どうでしょうか？当てはまってるなと思ったら、成功する人のパターンを真似すればいいだけです。簡単です。一度自分の胸の中に収まってしまっている考え方ってなかなか変わらないと思いますけど、変えない限り変わらないんです。だから変えていきましょうっていうことですね。まあ、こういうお話っていっぱいしています。ご相談もできるので、よろしければ概要欄から LINE のお友達追加をしてですね、ぜひ私に会いに来てください。いろんなお話していけます。では、お待ちしています。では、さようなら。今日はこれでおしまい。